関連プラントは発電設備などエネルギーと環境を中心としたプラントエンジニアリング事業で広く社会に貢献する企業。経営本部、プラント事業本部、原子力事業本部の3本部がそれぞれ5つの力でプロフェッショナルとして活躍しています。関電プラントが積み重ねてきた実績と信頼、それを支えてきたのは高度な技術力と施工力、お客様のニーズに応える発想力、企画力、提案力、そして熱意を持って働く一人一人の力です。これらの力が結集しシナジーを生むことで何十倍もの力になる。私たちはそう信じています。火力発電所をベースにあらゆるプラントの建設や改造、メンテナンスを行うのがプラント事業本部。火力工事部、工事グループで現場監督を務めるのが半田浩二です。普段はですね、一日は現場監督業務というのを主にやっております。各機械のポンプのメンテナンスであったり、建設工事関係の機器の据え付けとやっております。建設業というのは難しいこともたくさんあるんですけれども、やっぱり自分の手で自分の指示で物が作り上がっていくっていうところに魅力を感じましたんで、そこで受けてみようと思いました。やっぱり新入社員に入った時はみんな優しく楽しく業務を教えてくれるっていうような感じで、その先輩方が作ってくれた雰囲気っていうのはよく感じました。緩い職場じゃないんですけどね、明るく、上司からも話しかけてもらって、若い子は何もでも発言できるようにね、一人では現場できないんで、みんなで支えながら現場進めていく上ではやっぱりチームで取り組んでおります。火力技術部で溶接施工や育成指導、技術支援を行っているのが溶接管理グループに所属する西弘信です。現場で溶接させてもらって、それが現場に残るっていうのが一番やりがいを感じるところで、さまざまな現場に呼んでいただいてやらせてもらえることが一番自分の技術の向上につながると思います。下に後輩もできてきてますんで、それに負けないように自分も頑張って努力します。関電プラントが持つ経験や高い技術力を織り込むのが営業部門の仕事です。私が所属する営業開発グループという部署は、お客様からお仕事の依頼を受けまして、でそれに対する見積もりを提出してお仕事をいただくといった仕事ですね。あとは新規お客様に当社の PR 活動ですね、プレゼントとしてアピールしていくといったところが仕事になっております。そのプレゼンの練習でしたり、営業の基礎の教育を積極的にしてますね。実際現場に入る時にも役立ちましたし、安心感がありました。相手に伝えることがまず大事なので、実際仕事につながった場合にですね、やりがいを感じますね。原子力発電所の保全計画や定期点検を高度な技術で提供しているのが原子力事業本部。原子力工事部計画グループの田中武は、工事の立案と工事計画に携わっています。工事の計画を立てていって、各事業所の方に計画の工事を進めてもらうように、こちらの事業本部と現場との橋渡しをしている部署になります。今の工事の源流となる部署ですので、工事をまとめていくにあたっても、やはり工期とかですね、そういったものも視野に入れながらいろいろまとめていくというのは非常に大変です。ライフラインを維持させていくということで、それを守るというような観点でやりがいといいますか、責任感というのも持って仕事してます。計画グループが作成した工事計画に基づいて設備の設計を行うのが設計グループの仕事です。原子力発電所の新規制基準に対する安全対策工事の設計業務、強度とか耐震の計算とかを最先端の技術を取り入れながら設計業務を行っております。これまで経験したことがない安全対策工事をどんどんと任せてもらえるような会社ですので、日々成長を感じております。でその成長をしていくことでやりがいにもつながっていると感じております。高浜事業所で機器や配管などのメンテナンス工事を行うのが機械科に所属する野村聡です。
担当者その機器が安定的に動かないと、一つ一つ電気も供給ができないという大きな責任感もありますし、自分たちがやってきたということで形として残る工事であると思うので、やりがいは大きいなっていうふうには思っています。大変ではあるんですが、この仕事は人との関わりが大切っていうふうに自分でも感じているので、いろんな人と関わり合いながら輪を広げていって、自分の工事の進め方っていうのも確立して、一人前の作業責任者として今後勉強していきたいと思っています。現場で働く社員を支え、経営計画の立案や人材育成など、会社全体を組織としてまとめているのが経営本部。総務人事部人事労務グループということで、いわゆる皆さんが想像する人事の部署におります。社会のインフラを支えるっていう事業に魅力を感じまして、一員として携わりたいと思いました。またメインとなるのが技術者の方ですので、その方々のかっこいい仕事を支えられたらいいなと思ったのも理由の一つです。会社を支えていく仕事というのは多岐にわたりますので、そういった事務系業務を幅広く知識を身につけたり経験して生かしていけるようにしたいと思います。絶え間ぬ努力で実績を築いてきた社員たち、それぞれが考える感電プラントとは。大切なライフラインを支えていく会社だと思います。僕にとっては生きがいです。現代社会を支えるなくてはならない仕事だと思います。縁の下の力持ちです。安全で高品質なサービスを提供していく会社です。人と人とのつながりが自分を成長させてくれる会社です。火力、原子力発電設備の建設メンテナンスはもちろん、さらなる飛躍を目指して、私たちは幅広く新しいことにチャレンジし続けていくために新しい力を求めています。